info、大谷の食事が地獄すぎる。宇田川、大谷さんの食事、すごかったです。試合前は、ご飯大盛りに、ゆで卵5、6個に、味付けしてないブロッコリーとサラダ。あとはパスタも塩だけで食べてました。あ、近藤さんは、ツナ缶に、ケチャップでパスタ食べるらしいです。高橋宏と、大谷さんはものすごく、卵を食べていました。侍ジャパンスタッフ、全選手に用意されたおにぎりや唐揚げを見つめて、我慢と大谷選手はつぶやいて、決して食べませんでした。大谷さんバンドウェイジだった。塩パスタってなんや、ストイックすぎるやろ。一人だけじゃなくて、選手全員が目撃してる模様、ガチやん。味付けなさすぎて笑った。大谷だけ江戸時代やってて草。江戸時代はパスタないだろ。マジで、二刀流続けるにはこれくらい、ストイックやないとあかんのか。血液検査受けて食べるもの決めてるらしいからな。今度意識低すぎて草。後輩に売られた近藤さん。近藤、かわいすぎやろ。子供下やな。さすが天才打者近藤やな。近藤も大谷くらいストイックなら、大谷になれたかもしれんな。おにぎり1個190センチ、100キロ超えの巨体が我慢するってどういうことや。貧乏な俺たちがウーバーでハイカロリー食。大富豪の大谷が素材の味だけ健康食。何かおかしくないか？ほんとおかしいよなこいつ。数百億円持ってて、毎日パサパサのタンパクだけ食って、野球の練習ばっかりしてるって、もう怖いよ。なおダルビッシュさん、後輩たちとラーメンを食べに行った模様。ダル、大谷くんはすごい。ダル36歳、大谷28歳、完全に尊敬してるやん。というか大谷とかいう、富名声機からすべて手に入れたハイスペ人間が、未だに三大欲求を完全にコントロールしてるのが奇跡やと思うわ。大谷、本当は外食も行きたくないんです。吉信が行ったそうだったので、行きましたけど。山本、大谷の人生の邪魔してて草。そんな大谷もコンビニクレープと恋するは大好きな模様。今はその二つも禁止らしいで、日本のコンビニも5年ぶりに入ったらしいからな。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。